東端付近京都府道143号四宮4、筒塚線は、京都府京都市山科区四宮鎌手町付近を起点に、京都市南区京阪国道口交差点に至る、一般府道である。別名、三条通東大寺通りから九条通。昭和40年代に交通渋滞緩和のために、名神高速道路京都東インターチェンジがある、京都市山科区の四宮から、 京都市東山区の五条坂までの五条バイパスが完成し、同バイパスが堀川2、五条通りとともに国道1号に編入。それに伴って降格された旧国道1号に認定された不動。名称は京都東インターチェンジがある山品区四宮と京阪国道口交差点のある南区4鈴鹿町から由来する。 かつては三車線であった日のお駆け上げ管において中央線変異が取られていた。同区間を専用軌道で道路と並走していた京阪京新線が1997年に廃止された後、軌道用地を利用して四車線に拡幅されたため、現在は中央線変異は行われていない。京都外環状線との交点である外環三条交差点は外環状線に向かう車両で、 朝夕の渋滞開発地点となっている。ありがとうございます。